カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥かの事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃあ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥かとその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか？もしそういうことなら、もう春人をカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥かを警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねってんなら、もう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女なじはどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東条会の町ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東条会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。
何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？何だと？四代目は昨夜西王会総帥の牢に遭われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃、東城会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね？何を企んでる？ご存知の通り、東城会は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで、終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも、牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね？奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東城会が殺したのか、ローの息子？刑事さんの前で野暮なこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東城会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東城会と西王会の抗争に幕引くには、この俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも東城会のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが、兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな、おい。兄貴はの、牢から大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまた牢と会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋会をカムロ町に引き込んだ人間が東城会内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば、西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東城会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東城会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西王会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東城会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。え、兄貴、ちょっとええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上、何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴、いけんよ。あのソミヤの下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたら、もう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だからこそ俺はソメヤと一緒に動くんだ。え、あのソメヤって男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。
キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れてローのところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。待たしちまったか。すまないな。ううん、私も今来たとこやから行きましょう。ああ、あれ、うん、てめえが散々俺にねだったせいでこっちは借金抱えてんだぞ。責任取れ。そんなの私のせいじゃない。頼んだそっちが悪いんじゃないですか。シャンパン頼まないと嫌だとか言ってたじゃねえか。散々頼まされてその上出禁にされてよ。もう許さねえぞ。やだ、誰か助けて。揉めているな。キャバ嬢と客か。貢いだ男の悲しい末路ってとこだな。あれ、うちの女の子。え？あ、おい、何やってんの？リオナさん。だからいつも言ってるやろ、お客さんに無理させすぎたらあかんって。ごめんなさい。まさかこんなことになるなんて。おいおい、なんだてめえは。お客様に無理強いしてしまった点は申し訳なく思ってます。ただあくまでもご注文されたのはお客様、この子の責任と言って殴るのは筋違いかと。何言ってやがる。女のくせにいい気になりやがって。もういい、てめえから先に殴ってやるよ。キリュウさん、ちょっと悪いが、こいつは俺が指名してる大事な女なんでな。てめえに殴らせるわけにはいかねえんだ。てめえ、ぶっ殺してやる。本当にすみませんでした。私に謝ることじゃないよ。でもリオナさんがいつも言ってることを守ってたらこんなことにはならなかったから。私、リオナさんがお客さんに無理に注文させないの見て甘いなとか思ってました。キャバ嬢は結局売り上げが全てなのにって。でもやっぱり違うなって。リオナさんのお客さんは絶対こんなことしないもん。みんなリオナさんを慕って指名して楽しそうに帰っていく。私もやっぱりそうなりたいなって。こんな悲しい思いしたくないし。きっとなれるよ。大丈夫、いくらでも応援するから。はい、私も良心的なキャバ嬢を目指します。ありがとうございました。よかったじゃねえか、期待の後輩がまた一人増えたな。うん、キリュウさんありがとう。何だが、ああいう時は最初から俺に頼れ。ほんまに怪我されたら男のメンツが立たねえ。そうやんね。ごめん、私あの子を守りたくてつい。気持ちはわかるし、お前のそういうところは嫌いじゃない。だがもっと人に頼った方がいい。人に頼ることは弱さじゃない。人を頼れるってのは強さでもあるんだぜ。やっぱりかっこいいな、キリュウさんは。さ、仕切り直すか。行きたい場所があるんだろう。うん、行きましょう、キリュウさん。
場所好きなんよね。一人になりたい時によく来るの。でもいつか好きな人ができたら一人じゃなくて二人で来たいなって。キリュウさん、今日はありがとう。目を閉じてもらってもいい？これからもずっとそばにおってな。何名様でしょうか？2人だ。料金は2名様で1000円になります。それではご案内いたします。あ、私この曲好き。キリュウさんに聴いてほしいな。止められない。上がるぜ。おいおい、ゴーゴー。生まれ変わるスポナッケ。Let's fly high like a butterfly。 欲に溺れ罠にはまり、出しからむ罪の糸。いい羽は涙の雫で破れてゆく。癒し毒蜘蛛に羽ばたいそうなんて意味ない。強はるネズミと変わりない。心キリュウさん盛り上げるの上手やね。ねえ、キリュウさんの歌も聞かせてよ。
歌もいいね。聞き入っちゃった。そろそろお時間となります。お帰りのご準備をお願いいたします。じゃあ時間もいい頃やし、そろそろお店向かおっか。今日はいつもより長く一緒にいれるから嬉しいな。さあどうぞこちらへ。ありがとうございます。もしかして人を引きつけるカリスマオーラがあるんじゃない？キリュウさんには普通の人とは違うオーラがあるからね。よっカリスマ。全然嬉しくないな。ゲームはあんまりしないんやけど、スマホのゲームはたまにするよ。キリュウさんはゲームってする？あんまりイメージないけど。人生がゲームみたいなもんだな。おお、なんか悟っちゃってますね。確かにキリュウさんの年齢だといろんな経験してそうだもんね。キリュウさんの人生もっと聞かせて。そんないいもんじゃねえけどな。40くらい？ほう、なら少し若く見えるってことか。キリュウさんは全然若いと思うよ。いい年の取り方してるなって。ありがとな。そう？私は安心できる人がいいけどな。ちょっとそういうゲームじゃないやん。
そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。本当の親友、なかなか難しいね。そうだな。俺も答えを見つけてるわけじゃないしな。キリュウさんって友達とか仲間とかを大切にする人なんやね。そういうとこ好きやな。大阪です。ここに来る前は向こうのお店で働いてたの。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。アウトドアデートいいね。外に出るなら綺麗な景色とか見たいな。最近はあんまり行かないよね。昔はよく行ってたんけど。キリュウさんはよく行くの？まあ、たまにな。どんな歌歌うの？ロックだ。マシンガンキスとかな。ロックか。キリュウさん、いい声やし、かっこいいかもね。どうした？何かあったのか？実は他のお客さんにいつまでキャバ嬢やるのって聞かれて、いろいろ考えちゃって。確かにいつまでもできる仕事ではないからな。引き際は難しいな。キリュウさんだったらどうする？どんな時に辞めるべきやと思う？自分の限界を感じた時かな。なるほど、限界か。この仕事やと限界ってどんな感じやろう？例えば序列が回らなくなったりとか、座りすぎて腰が痛くなったりとかか。確かにそれは限界やね。そうなったらやめることにしようかな。当分引退しなくて済みそうだな。